こんばんゾンビ、アンズです。最近の老人家発信は記録がすごすぎね。先月のヤニヤニパニックに引き続き、今月も面白そうな付録だったから、ついまた買っちゃったよ。その気になる付録とはこちら、公衆電話。今の子供たちにとってはあまり馴染みがないと思われる公衆電話を付録にするなんて、ここの編集者目の付けどころが面白いね。それでは早速作っていきましょう。できました。遠くから見ると本物みたい。とても紙とは思えないね。受話器を置くとテレカがちゃんと戻ってくる仕組みになってるそうです。ちょっとやってみます。この謎人間がついたテレカを入れてみます。受話器を置きます。あれ、カード出てこず。テレカの真似かー。気を取り直してもう一回やってみよう。今度はちゃんとできるかな。はい、出ました。紙だからどうしても、なんてカード出てこないこともあるけど、本物をリアルに再現した仕掛けが素晴らしいね。はい、というわけで子供だけでなく大人も楽しめる付録でした。自宅で過ごすことが多くなったこのご時世ですが、こういう工作をしてみるのも楽しいですよ。今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。バイバイゾンビ。ほら、あんたたち、仕事サボって何してるか。カレーの匂いする。さては腹弁だな。違う違う。カレーの匂いはこれだよ。あら、消しゴム？見た目はあれだけど、
香りのクオリティは本格的。